二度二十九公式四型戦闘機ニューポールドラージュ。二度二十九はフランス空軍向けにニューポールドラージュ社が設計、生産した CI カテゴリーの短座服用戦闘機である。日本でもライセンス生産され、公式四型戦闘機として大日本帝国陸軍が使用した。二度二十九は胴体に合板モノコック構造を採用し、 上下翼の翼服の等しい服用機で、補助翼も上下翼両方にあった。膠着装置は固定脚おそり式で機体の全部にエンジンを装備し、操縦士のタンザコックピットは開放式だった。2度29の試作機は、イスパノスイザ HS-8FB エンジンを装備して1918年8月21日に初飛行した。 試験の成績は良好だったが、上昇限度は要求を満たさなかった。2期目の試作機は、抑服が延長されており、これにより、上昇限度の要求を達成したため1920年に生産発注が行われた。生産型では上翼の補助翼が廃止され、下翼の補助翼が拡大されていた。 フランス空軍に最初に配備されたのは1922年のことで水平切りもみに入りやすい傾向があったものの好評を持って迎えられた。フランス軍は250機を購入し、生産はニューポール社の他7つの会社で行われた。2度29は各国で採用されて1920年代の主要な戦闘機の一つとなった。 スペインは10機のライセンス生産を含む30機、ベルギーもサボカがライセンス生産した87機を含む108機を購入した。イタリア空軍では175機を購入したが、そのうち95機はマッキがマッキニューポール29として製作し、残り80機はカプロニが製作した。スウェーデンは9機を購入して J2 と名付けた。レース機仕様も開発され、 八つの世界速度記録を打ち立てたほか、1919年のクペードイッチェと1920年のゴードン・ベネット・トロフィーを獲得した。日本では完成機を110機輸入した後、中島飛行機が製造権を獲得して、国産初号機が大正12年12月に初飛行、公式4型戦闘機として、日本陸軍向けに608機を生産した。 他に陸軍砲兵工庄が46機を生産している。本機は日本陸軍で初めて大量生産された戦闘機である。日本陸軍で初めて7 7ト、mm、ル機関銃2丁を採用し、エンジン上部、操縦席風防前方に固定装備した。満州事変当時の日本陸軍の主力戦闘機であったが、実戦はほとんど経験しておらず、 後に、民間へ、練習機用途などに払い下げられている。後継機は91式戦闘機。公式は、ニューポール社、おつ式は、サルムソン社、兵式は、スパッド社、定式は、ファルマン社、母式は、コードロン、己式は、アンリオ社を意味している。4型は、ニューポール社の他の機材が、すでに3種。 日本陸軍に採用されていることを示している。フランスでは、小型爆弾搭載のための回収を施したものを、含む若干数の本機を、モロッコでの反乱鎮圧に使用した。スペインでも、北アフリカでの類似した作戦に使用した。出展、オレビス、1985、ページ2600諸元性能武装画像出展。 日本航空機時点 P39 証言性能武装。日本航空機時点 P39 野沢忠氏、日本航空機総集立川。陸軍航空交渉。万碑。日国編出版共同社。1980年。136ページ。全国書士番号。827840。ありがとうございます。